災害はいつ起こるか分かりません。被災した時取る行動、イメージできていますか？自分のことだけでなく、子どもたちや高齢者、障害者に適切に配慮できますか？気持ちはあります。気持ちはありますが、実際に起きたらちょっと分からないです。実際に災害が起こって、避難先でいろいろな方と接してみて初めて分かることというのも出てくるかもしれません。特に障害者と普段接する機会が少ないという方は、障害者の不安や不満に気がつけないということになってしまうかもしれません。助け合う気持ちがあるのに、そのようにできないのは不幸なことです。だから前もって知識として持っておくことが大事です。今回は藤沢市福祉団体連絡会が主催した藤沢市障害者防災講演会に行ってきました。災害に負けない街づくりを目指して、避難所における障害者を考えるワークショップと銘打った講演会が藤沢市民会館で開かれ、避難所運営が抱える問題点や課題について語られました。災害の時に想定される避難者別の不安、知的障害者、これもね、災害発生の理解が困難、いやそれを助ける人がどこまで、困難な人にどのくらい、手を差し伸べられるのかっていうのもあるんですけどね。だからこれはしっかりとやっぱり普段のお家に行って、この対象者、知的障害者のお家に行って聞き取り調査、コミュニケーションを図る、それがやっぱりやってないと、いざという時に避難施設でそこに対応するっても無理だと思うんですね。どうして今回この講演会を開催されたんですか？地域で障害者のことを少しでも理解していただきたいっていう思いがあって開催しました。でワークショップ形式にしたことで、地域の方、いろんな方と意見交換ができると思いましたので、2年前からワークショップ形式でやっております。参加者自身が討論に加わったり、体を使って体験するワークショップ、この形式で行ったのは避難所運営ゲーム、ハグ。避難所となる学校の間取り図に避難者や物資を適切に配置するゲーム。避難者それぞれが抱える事情を考慮し、どう対応していくか意見を交わし、避難所運営を疑似体験します。家が損壊しました。夫婦と高齢者の93歳のお母さん、それからご本人も95歳、95歳、93歳のそんな感じなんですよ。全部で4人いました、はい、どんどん来ますんで対応してください皆さん。お年寄りとかトイレが近いところ、ここがトイレみたいです。災害対策本部ですが、これからいろいろな支援物資が届くので、雨が当たらないところを何とかしてほしい。入り口はどこなの？入り口はどこなの？災害対策本部ですが、近日中に被害者が大勢来るんで、来る見込みです。対応をよろしくお願いします。対応依頼、はい、対応依頼。避難者が来たり、物資が届いたり、問い合わせがあったり、矢継ぎ早に発表される事柄に即座に対応して、スムーズに避難所を運営しなければいけません。一番この近い人が誰か、その振り分けの、あれをやって、どんどん采配、これどっちってこう、外部対応する人が誰かっていうのを決めて、外からのいろんな情報を処理する人をつける。こちらの班は、最初に役割分担をしないと上手に運営できないと感じたようです。決まってない、どんどん入っちゃったから。はい、本部、じゃあ案内でいいですか？案内、はい、じゃあ案内します。トイレでいいですか？はい、物品備蓄とか外からの対応します。役割分担をしてゲームの要領がつかめてきたら、少し落ち着きが出てきたようです。リーダーもやってましたが、ハグやってみてどうでしたか？みんなが、なんかお立ちが入れたいなっても聞こえない、なんか少し言葉もあまりできないので、みんながもう話が無臭になってて、
ちょっとコミュニケーションがダメだったのかなと思っている前まで。でも経験してみてよかったと思います。避難する人みんながこういう運営人っていうことは何をやってるかっていうことを知ってもらうためには、いろんな方にこういう勉強会をやっていただいたらいいかと思います。あんな現実だとどんどん人が来る中で、あの避難所に割り振りしなきゃいけないってとっても大変だなと思いました。ゲームとはいえ避難所の混乱が疑似体験できたことは有意義な経験だったようです。しかし混乱が行き過ぎ、聴覚や視覚に障害のある方が置いてきぼりになってしまった班もあり、最後の意見交換会ではゲーム運営に関する厳しい意見も出されました。嫌な思いをされたようなんですけど、ファシリテーターの方は本当にハグをしようと、ね、ハグはこういうものなんですよっていうのをお伝えしようと思ってやってくださってて、でも私たちはそれじゃついていけませんっていう声を出したんですけど、でも取り合ってもらえなかったっていうところがあって、最後に意見を言っていただいたので本当にそこは良かったと思います。避難所の混乱を再現するために意図的に慌ただしくゲームを進めたため、理解できずに疎外感や嫌な思いをしたという障害者の方もいました。その不満を皆さんに伝えてくれることで、会場の皆さん全員それぞれが感じたこと、それこそがこのゲーム最大の収穫になったのかもしれません。実際ね、やっぱり障害者の方たちの思いっていうのはなんとなく憶測でしてるけども、しっかりこう言っていただくことでやっぱり分かることもあるんだし、どんなところが不自由なのかなっていうところもちょっと分かったのでね、やっぱり一緒にやれるっていう場がね作れるっていうのはいいことなんじゃないかなってすごく思いました。やっぱり健当者と聴覚障害者のと使いはなんか考え方が少しずれがあることが気づきました。例えば検討したことは先のことを考えいろいろ考えるけれども、聴覚障害者の方は今を考えることのずれとかあったので、あ、この検討者はこういう考え方を持ってるんだなと改めて理解できた。健常者は障害者目線の感覚を、障害者は健常者目線の感覚を養う必要があるということを切に感じます。では災害時の避難所のことをイメージしたとき、障害のある皆さんはどのようなことを不安に思っているのでしょうか。その方によって違うんですが、私の場合ですと右足が大腿義足で不安定ですし、で床に座ることも厳しい、できないので、できたら椅子などを用意してもらいたいなと思ってます。本当に動けない方とかもいらっしゃいますし、薬がなくなるとか人の中に入っていけないっていう人もいます。車椅子の方ですとずっと車椅子に座ってるのも大変なことなので、横になれるスペースが必要だと思います。非常時にどのような問題が起きて、そのためにどのような備えをしておくべきなのか、想像すれば分かることと想像が及ばないこと、いろいろあると思います。このような講演会で、さまざまな立場の人の思いを聞いておくことで、必要な準備ができるかもしれない。さまざまな角度から物事を考えて、心の準備をしておくことが大切ですね。